車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはすっかり金髪岡店長です。すっかり金髪、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で今回紹介する車がこちら。はい、やってきました。少し前に SNS で見た気がするんですけど、はい、まあ、僕の中で完成してなかったんですよ。あ、そうなの？ずっと完成してなくて、ブログも温めてた車なんですけど、先にあのカースポッターの写真がバズっちゃって先に流出しちゃった。先に流出しちゃって、で今回改めて完成形になったということでご紹介させていただきたいと思います。でまず車がただのアベンタじゃないんですよね。そうです。ウルティメロードスターなんで世界250台限定。あ、そんな少ないんだっけ？はい。だからアベンタシリーズで一番少ないんですかね。なんでこちらのお客様もいろいろもう本当お世話になってて、最初お会いした時はアベンタの LP700 ロードスター、うんうん、バルーンホワイトで、でその時にビットのエアロ組まさせていただいて、でそこからマクラーレの 600LT スパイダーで、アベンタの SVJ でマットホワイトでこうハイパーフォージドとかでエアロも全部つけさせていただいて、で現行ゴーストだったり、ドーンのブラックバッジは夏海に行くように買っていただいたり、はい、なんかいろいろありました。じゃあスーパーカーだけじゃなくて、はい、いわゆるその超高級車も数々乗り継いで、はい、もうカスタマイズもめちゃくちゃやってきたオーナー様。そういう方だからこその色かなとは思います、ね。はい、なるほど。なかなかもう車だけで特別じゃない、はい、ウルティメって言ったら、はい、だからもうそれだけでも目立つから、はい、さらにそこにこう被せてくるように、そう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 、こんなド派手な色って、はい、なかなか選べないと思うんですよね。なかなかない。はい、もう手堅い色にするのが多分多いんじゃないかなと思うんですけど、だからもうグリーンとブロンズの間ぐらい、オリーブみたいな色、ね、これ近くで見ないと分かんないけど、はい、あの緑に見えたり、はい、金色に見えたり、そう、すっごい綺麗です。あのもう絶妙な色合い、はい、逆にもそういう車だからこそカスタムは個性を出そうかなっていう、はい、でも難しくない？難しい。これを超える、そう、これに合ったカスタマイズってことでしょ、はい、だからもうウルティメは正直僕の中でもうエアロ絶対つけたくないんですよ、うんうんうん、あのそういう車じゃないなって思うんですけど、でもじゃあ主張できるのってホイールだけなんで、だったらもうちょっとホイールに全力投球いったろうよっていう、はい、ちなみにちょっと話が逸れちゃいますけど、はい、ちょっといやらしい話聞いていいですか、はい、今相場どれぐらいするんですか？ね、ウルティメロードスターでだいたい1億2000から3000ぐらい、はい、なんでこちらの億円超えなの？億超えです、億超えです、はあ、でこちらの車もちょっと僕の方から販売させていただいて。あ、そうなんだ、はい、もう車も特別の色も特別、はい、そんな車に履いたホイールを早速発表していいですか？はい、もう先にあの流出しちゃってるんで。そうです。なんか知ってるっていうコメントが、アメリカ行った時にあのこの車がすごい出てたんで、あの動画で、はい、というわけで今回履かせていただいたのはこちらのホイール、はい、ですね、もう目がチカチカします。はい、でこれデザインは、はい、MV フォージドのデザインが GS612 のドゥオブロック2ピース。でまずちょっと色は置いといて、はい、ちょっとデザインとホイールの説明から。まず、まあ、612っていう名前からもそうなんですけど、6ケツ用です。あ、はい、なるほど。そう、6ケツ用なんで、これ6本スポーク、うんうんうん、でこれがダブルで12本になってるんで612ってデザインなんです。あ、そういうことなんだ。でそれをランボって、あの急行とかあのいろんな各部の形もそうなんですけど、六角形すごい使うじゃないですか。確かにモチーフにされてますよね、はい、でだから僕絶対6本スポークが良かったんですよ、うんうん、であのオーナーさんからデザインは任すと、もう岡ちゃん入れたいやつ入れてって、うん、もう頼むわ、いただく、そう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 、はい、ご用命。そうなんですよ。なんでもうこのデザインでセンターロック作ってくれ、しかもデュオブロックでと。で3ピースだったらちょっとちっちゃくなるんで、うん、嫌だったんですよ。なるほど、はい、なんでデュオブロック2ピースでちょっとこう奥行きも持たせつつ、あと MV のこのピアスボルトブラインドした時のこれがかっこいい。これすごいよね。これがかっこいいんでここ入れたかったんですよ。ここの裏にピアスボルトが裏から打ってます。はい、だから言ったらもう他のところは全部削ってあるんで、まあ、軽量にもすごくなってるという。そうなんです。だからもうこれを絶対やりたくて、でセンターロックだったら6ケツ関係なく作れるんで、確かに、はい、でこれで作ってもらいましょうと。でフィニッシュはオーナーさんがゴリゴリの金にしてくれる。もう金の延べ棒みたいな色にしてくれて、あのね、はい、初見でそう思ったでしょ。そう、それが狙いだったんですよ。あ、そうなんだ、はい、なんでこのボディカラーがすごい落ち着いてるって言った方がいいのかなって思うんですけど、その色にじゃあ持ってくるってなったらもうこれぐらい派手な方がいいなと。
で僕も最初マジっすかってなったんですけど、でもいろいろまあなんかこういうグリーン系の色でゴールドの組み合わせって見てても、まあ、かっこいいなとは思うんですけど、まあ、この色珍しすぎるんでもう最後はもう行ったれと思って MV にゴリゴリの金塊にしてくれとって言ったらサンプル送ってきてこれは濃い、もうちょい薄くしてくれ、薄すぎるもうちょい濃いって言って微調整してんの。そうそうそう、でそれでもうこれでどうだって言ってきて、おもうこれ完璧だこれでやってくれって言って MV がインスタにホイールだけで上げた時に色の名前がドバイゴールド使えちゃった。そう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 、もうだからあのこちらのお客様のオリジナルカラーが今 MV のフィニッシュラインナップにドバイゴールドって。あ、そうなんだ。最初24金ゴールドだったんですよ。そうで、それが今もうドバイゴールドで、はい、あのネーミングが100点満点。もう100点です。だから本当に金、はい、そう本当に金です。もうこれ、ね、あと幼稚園なんだ絶対ガリラント入れくれてる。多分治んないです。確かに確かに、はい、僕が思ってたもう120点ぐらいのフィニッシュできてくれて、やっぱりそこが MV のそのデザイン変えてほしいとかフィニッシュこうしてほしいっていうところに対する柔軟な姿勢はすごいありがたいな。なるほどなるほど、はい、なかなかそんなに細かく、はい、ああしてくれこうしてくれって言って、はい、こうホイールを作るメーカーってないよね、はい、ないですね。ちょうど先週あの MV のエンジニアが一人で大阪来てくださって、この車かっこいいって言って一緒にこの前で記念撮影したんですけど、喋っててもやっぱり強度計算とかすごい大変だったんで、やっぱりこうセンターロックって強度がもうここに集中するので、うん、ここの真ん中だけで押さえてるからね。だからもうその部分をじゃあどうやって、しかもあえて根茎部もこんな感じでっていうのが大変だったっていうのは言って、はあ、はい、そうなんですよ。まあ、特に MV ってこう、うん、強度だったりだとか、はい、作りにすっごいこだわってるメーカー、ね、デザインよりもそう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 、はい、でそこを両立させてるメーカーなんで、そうですね。そんな中でもデザインもやっぱりこういうスポークとかスポーティーなのもあればディッシュ系もあるし、やっぱりかゆいところに手が届くっていうのは僕らとしてはありがたいです。なるほど、はい、じゃあもう本当にこういうただのホイールというよりかは、はい、もうそのメーカーお客様含め一緒に作った作品っていう、はい、もうそうですね。このホイールに関しては僕すっごい思い入れがあるんで、はい、作品の金塊です、はい、そうです、はいはい、で車高はあのいつものロアリングロッドで、はい、なるほど。もう絶対下げたくないってオーナーさんを説得してちょっと下げました。あ、そうなんだ。そうです、そうです。さすがにね、でもここまでいっちゃうと、はい、ノーマル車高だと、はい、余計こう車高が目立っちゃうかなっていう。アベンタってノーマルだとちょっと前が高いんですよ。だから余計に違和感出てくるんで、もう今回はもう下げさせてくださいって言って、もうちょっとだけやでって言ってちょっと下げます。なるほど、はい、じゃあ絶妙にローダウン指2本ぐらいですかね、ぐらいかなっていう、はいはい、でもストレスなく乗れる車高って感じです。でちなみにこれ、はい、ウルティメでなんかセッティングが違ったりとか、はい、いやアベンタはもう全部一緒です。あ、全部一緒でいけちゃう、はい、もう SVJ から、まあ、フェンダー一緒だしね。そうそうそう、はいはい、というわけでこんな感じの面も同じで、はい、だからインチも20、21で。なるほど、はい、こんな感じのセッティングになってます。そうです。で、はい、あとはあとは多分マジでってなると思うんですけど、まずここ違います。え？ここ違います。まず分かりません。ウルティメって上半分がボディ同色なんですよ、うん、でボディ同色じゃん。そうで、これ普通グロスブラックなんですよ。はあ、設定ないんだ。そうで、これフルカーボンの純正ミラー取り寄せました、うん、上半分ボディ同色塗りました、うん、段差ないようにクリア付加して、うん、そうだからあのウルティメ乗ってる人も多分分かんないです、はあ、え、なんでここカーボンなんですかってなる人いないと思うんです。確かに、はい、でもオーナーさん前の SVJ も変えてたんですよ、うん、で、あ、岡さん今回も変えとこうって言って、はい、これも変えて、だからここも綺麗にウルティメと同じここのラインで塗り分けさせてもらって、はあ、はい、でも純正じゃん。純正なんですけど純正では設定がない。設定ないのね。だからウルティメは全部グロスブラックなんですよ、下は。はあ、はい、でも純正をベースにやってるわけでしょ。そうです、はい、だからこのミラーだけで80万ぐらいして本当に。で塗装がこの、しかもこの色板金屋さんがマジで合わないですって言ってたんですけど、バッチリ合わせてくれて。確かにこれ言われるまで、はい、ここ塗ってるって分からなかった。これは誰も気がつかないところに80万円出せるのがすごい。そうです。もう、そうです。もうそれでもやっぱオーナーさんは、まあ、やっぱ他にはない、やっぱツーリングとか行って誰かと一緒だったらすごい嫌じゃないですか。確かに確かに、はい、だったらもうそこも、でもなんか変えたどうっていうんじゃなくって、もうしれっと、はい、だから今もツッチーがあの他どこ変わってるんですかってスルーしていってくれるぐらいがちょうどいい。全く分かんなかった、はい、あ、そうなんだ。これ変えてるんだ、はい、ここ変わってます実は。 はい、すごいね。でもう一個分かんないけど変わってるんがこの辺なんですよ。待って、ちょ間違い探しになってるじゃん。この辺なんですよ。
あ、まあ、この辺、この辺りかな、この辺り。え、これを塗ってるとかってこと？そうです、これ塗ってます。あ、なるほど、そこのつながりを聞けば分かった。そうそうそう、だったら分かるんですよ。だからこれも、カーボンむき出しか全部ボディ同色か、何も選ばんかったら確か素地なんですよ。あ、まあ、多分それはいないと思うんですけど、このクラス買う人で。これあえてカーボンのエアダクトを取り寄せて、うん、でここでまた塗りました。塗り分けはないんだ。ないです、はい、存在しないんだ、純正だと。これも塗り分けました。はあ、やば。そうそう、ここも塗り分けて、だからもうさっきと一緒でここも触っても段差もないです。だからもう純正クオリティを求めてますよ。はあ、純正でこんなオプションあったらいいなっていう感じ。まあ、社外でこれあるのかどうか分かんないけど、社外のを塗っちゃうんじゃなくて、純正のカーボンのやつを取り寄せて、純正にないパターンで塗り分ける。でしかもこれ結構大きい面積だから、割とこう色合わせるの難しいと思うけど、バシッと言われないと分かんなかった。そのミラーのつながりを聞いてたんで、あ、ここかなっていうのは分かったけど、それ聞かないと分からないね、これ。もうそのスッチの反応がもう100点です。これ多分ウルティメ乗ってる人も分かんないんじゃない？え、選べたのみたいな。そう、だからあれ、俺フルオプションでディーラーに頼んだのになっていう人がもしかしているかもしれない、うん、あ、この車を見ながら、あれおかしいなって、え、なんで頼めてんのみたいな。そう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 、確かに確かに、はい、そこ、そうなんですよ。はあ、あと、あの、まあ、これはもう変えましたよって感じなんですけど、はい、このね、エンジンルーム、エンジンルーム、はい、ランボって前の、あの、黒の STO の時にも喋ってたんですけど、カーボンが来ない、カーボンが来なくてカーボンオプション選べませんよって、うんうん、でウルティメもそうだったんですよ。でこれ全部買いました。本当に？後から取って、だからこのクロスバーからエンジンのカバーヘッドのカーボン全部買いました。え、じゃあなかなか来ないってことは、まあ、来ないんだったらもういいかって諦めてるオーナーさんもすごく多い、はい、だからウルティメって結構その時期に当たっちゃったんですよ、カーボンがないよっていう。なんで結構ウルティメでここマットブラックって多いんですよ。へー、だからもうクロスバーからヘッドから、わかんないわかんないわかんないもうちなみにこれ、うん、値段びっくりしました。え、待って、はい、300万円倍っす。本当に本当にびっくりしたっす。お客さんももう勢いやろって言ってくださったんですけど、マジ？だからこれのパーツが全部揃ってなくて、僕の中ではまだ完成じゃなかった。あ、そういうことなの？はい、流出したやつは完成体、完全体じゃない。完全体じゃなかったんですよ、僕の中で。はい。だからこれも後から変えました、全部。もう分かりません。本当に？そう。はあ。え、でパネル的にはここと、そう、両サイドと、ここ全部両サイド、あと奥。奥側。はい。で部品点数は1,2,3,4,5,6,7 ぐらい、6,7 で、あとこのバーも、そうそう、このバーとエンジンのヘッド、あ、ここも、はい、ヘッドカバー、はい、ヘッドカバーも元々はマットブラックなんです。へー、はい、これバー交換も嫌なんだけど。そうだからちゃんとバーなんで締め付けトルクを聞いて規定で締めとかんと意味がないんで。そうだよね。そうそうそう、やだ、こんな1億円のしかも特注カラーの車からこの出し入れしたくないパーツを。本当に僕メカじゃなくてよかったって思います。いや本当に、はい、すげえなこれ。だからもう重症患者中の重症患者です、うん、お客様。もうちょっと、はい、末期ですね。もう末期です、はい、いや、ちなみに前ボンドのインスタで上げてた GLS マイバッハ、うん、黒で MV のホイール入れてる24、うんうん、同じオーナーさんなんですけど。あ、そうなんだ、うん、え、そっちの車持っててこっちも持ってると。あります、あとカリナーもありますブラックマッチドバイです、はい、そうで、そのマイバッハ、うん、GLS マイバッハのホイールもポリッシュじゃちょっとなって言って日本に送ムクで MV に送ってもらって、うん、フルクローム加工しました。本当に、はい、そうです。だからもうカスタム上級者中の上級者みたいな、はい、もう上級者っていうかもう分からないもうで、ちなみにもう本当この撮影した今日なんですけど、うん、セダンの S のマイバッハも納車させていただきました。あ、そうなんだ。で、その車はつけるホイールがオープンハウスで僕が頼んでた、あ、うん、新作 HR の新作。なるほど。じゃあもうそういう最先端も追いかけつつ、はい、もう一般人には理解できない急のカスタマイズもしてると。そうそうそう、はい、でもやっぱりそのなんか
それも高いパーツなんですけど、やっぱりこう満足度が違うじゃないですか。ここまでやってるんですよって、他やれる場所ないかなどうかなっていう感じなんで、はあ、いやこれはね話を聞かないとわからないだからここも触らせていただいて、はあ、はい、でやっぱこれがロードスターっていうところがまた確かにいいなっていう、はい、で本当にこのエンジンのカバーだけで600万とかって言ったら、はい、他にももっとそのかけ方でめちゃくちゃこう目立つようにしたりとか、はい、そうそうそう、ガラッと変えるっていうのは全然できるはずなのに、はいはい、一切それをせずにうもうほぼ誰もわからないところに超一流のパーツをつけるっていう、はい、もうそのやっぱりこう足し算の車じゃないじゃないですか、ウルティメって。お金の金額云々っていうよりはやっぱりじゃあどこまでは触ろうって、うんうんうん、だから多分オーナーさんがエアロつけたいって言うと僕断ってると思うんです。なるほど、うん、そういうんじゃないです、それは別の車でやりましょうってなります。なるほど、はい、まあ、この流れでいくとこれテールライト、うん、今話題のあこれ変えたんでしょう、これ変えました、リープデザインとバレンティコラボの、はい、バレンティとか変えてますね、社外テールになってるとか、社外テールです、で、まあ、みんな社外テールってちょっとなっていう人も多いんですけど、うん、アベンタオーナーで僕もこれ聞いた時にあ変えたいなと思ったのがバックランプが LED になるんですよ。あ、そうなんだ。バックランプがアベンタってちょっと特殊なんですよ、うん、でだからめちゃくちゃウルティメもそうですし SVJ もそうなんですけど、リバース入れたらふわってハロゲンみたいな豆球が光るんですよ。あれがすごい嫌です。1億円出して1億円出してそうそうそう、だからもうこれも変えました。あ、はい、そうなんだ。これはじゃあリバースも LED になってる。そうです、今回クリアテールさせてもらったんですけど、いかにも感を出したくなかった。なるほどな。そうだから純正に一番近いクリアをちょっとチョイスさせて、はい、こんな感じのテープ。ちなみにリープデザインの某社長が宣伝しろって言ってたじゃあもう某社長提供でお送りしますって。そうです、初期ロットで5個取ったんですよ。あ、そうなんだ、はい、もう全部売れちゃったんで。あ、本当に、はい、じゃあ追加で届いちゃうかもしれないかもしれないです。そんなのもできますね、はい、アベンタドール全般大丈夫。あ、全部大丈夫です。なるほど、はい、でエラーも出ないですし、リアバンパー外す必要もないんで、もう全然朝入れて夕方とかで全然いけます。あ、そんな感じなんだ、はい、じゃあまあ別に元に戻したいとかっていうのもすぐできるし、なんか大加工で後戻りできないとかじゃないから、もうちょっと気軽に買えるなんていうのもいいかなと。ただ金額は多分気軽じゃないんで、50万の初期です、ね、はい、じゃあ続いて、はい、もうこれだけ特別な車ですから、はい、内装もぜひ見てみたいと思います、はい、ではこんな感じで、ね、見たことないまずこのゴールド、ブロンズの、うん、色を持ってくるっていうのが、そんな色のレザー見たことないよ。そうだからこれ内装も結構特注でしょ、はい、はなかなかいないですね。でウルティメってもともとこのね、ウルティメのこう特徴的なこの Y 字みたいなラインは入るんですけど、うんうんうん、まあすごい落ち着いてる。はあ、うん、すごいね。だからもうね、このウルティメに関してはやっぱり僕もこう色の組み合わせとかで、うん、なんか外と中でその何色使ってるとかじゃなくて、もう全体的に見てもすごいまとまりがあるなっていう。確かに、はい、そのゴールドも入れつつですけど、これだけなんかぶっ飛んだことをやってるのに、はい、まあ、確かにまとまりはある、はい、でこのブロンズの色が一番近いところどこかなって思って、意外とキャリパーなんですよ。あ、なるほどね。キャリパーの色がこれブロンズなんですよね、この内装にあった。だこんな色選べたっけ、キャリパーオプションでっていう。これキャリパーは塗ってない、もうノーマル純正なんだ、元々これです。はあ、すごいね、はあ、だからもうすごいこうね、ウルティメもやっぱりね、僕も何台かカスタマーさせていただいているんですけど、今まで作ったやっぱウルティメの中で一番なんか、うん、思い入れがすごいあります。この前ツッチーとね、うん、MV 行った時にすっごい嬉しかったから、ね、ね、MV の事務所入ったらこのウルティメの写真が飾った、あれデイビッドでしたっけ、うん、社長のデイビッドがマイフェイバリットカーって言ってたの、すっごい嬉しくて。なかなかないよね、でもそのさ、メーカーにユーザーカーのこの写真がバチンって。そうなんですよ。というわけでこんな感じの仕上がりになっております。じゃあ最後になりますけど、はい、引退します。ちょっと改造車ジャーナリスト、ね、評論できないんだいやでもやっぱりツッチーもいろんなカスタムを見てるわけじゃないですか、うん、その海外も行ったり、やっぱり東京店とか名古屋店とか浦和店とかでいろいろ見てるわけじゃないですか。だからやっぱりそのツッチーもツッチーでこう目が肥えてきてると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりお客さんもお客さんで、それはもうどん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 、
じゃあああしようこうしようこんなパーツ知ってるいや知らないっすとかもあるんで、はい、いや本当にねなんかその新しい組み合わせとか、はい、なんかそういうのをずっと見てきたけど、うんうん、そうじゃなくてもう、はい、もはや誰にもわからな いもうこだわりとか、はい、それすげえなっていう風にもう改めてだからめちゃくちゃ勉強になった感じ。いやもうそれはだから僕もお客様からそのさっき言ってたマイバッハのホイール日本に来てからクローム加工するとか普通考えないじゃないですか。考えつかないっていうかいやまあまあそれはそれはって感じになっちゃう、うん、でもいざやってみたらめっちゃいいっすねあでもここがこうっすねとかいろんなのが分かるわけなんで。そうだからなんかそこはいろいろねお客様とこう一緒に作っていくんで、うん、だからもうこの正直この子はもう僕の中では完成かなって思ってるんですよ。じゃあ次どうしようってなったらもうそれ楽しみすぎるんだけど次はもうあのカリナのホイールがもうちょっとで来るのとあそうなんだ、はい、カリナのホイールが来てそれこそそのさっき言った S のセダンのマイバッハのホイールも来ます、はい、だからまああのあと1台ちょっと僕も手間取ってるんですけどちょっとなんかあのバギーみたいなのも作ってたり本当に、はい、いろいろさせていただいてるんで、はい、じゃあこれからもなんかもう解説しないとわからない級のわからないとんでもないのをもしかしたら大阪から発信されるかもしれないということで、はい、ぜひぜひ各種 SNS のフォローと、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。